神社おもてなし心得。この度は神社でご奉仕いただきありがとうございます。神社でのご奉仕は一般的な会社やお店とは違う部分があります。それは神職や巫女や助勤者は神様と参拝者との中取り持ちとしての役割を担うということです。この役割は神職でも巫女でも助勤者でも変わりはありません。参拝者が抱く神社の印象は社頭に立つあなた自身の言葉遣いや立ち振る舞いに左右されます。一人一人が神社の顔という意識を持ち参拝者と接する機会を大切にすることを心がけましょう。神社には多くの方が感謝の気持ちと願いを込めて参拝されます。参拝者がすがすがしい気持ちになれるよう接することを意識してください。出社退社の際は必ずご神前にお参りしましょう。職員や参拝者に積極的に挨拶しましょう。言葉だけの挨拶ではなく気持ちのこもった明るい挨拶を心がけましょう。挨拶は全てのコミュニケーションの基本です。神社では参拝者が来られた際やお帰りの際にお店とは違った挨拶をします。返事をする際は相手を見てしっかりと相槌を打ちます。はいという返事にはしっかりと受け止めています、喜んでお引き受けしますという気持ちを込めましょう。くれぐれもうんのような慣れ慣れしい返事は慎みましょう。身だしなみは神社に限らずどんな環境においても大切であり、人と接する以上は守らなければいけないマナーです。もちろん人間は見た目以上に中身が大切ですが、人の印象は見た目で判断されてしまうことも多々あります。神様にお仕えし、職場に調和をもたらし、参拝者に不快感を与えないためにも、清潔感のある身だしなみを心がけましょう。髪は後ろで一本に束ね、前髪が目にかからないようにしましょう。ピアス、茶髪、カラーコンタクトは控えましょう。化粧は神社という場所にふさわしい清楚で控えめなものにしてください。香水などの使用も控えましょう。お正月の奉仕では防寒対策をしてください。ただし襟元や袖口から衣類が見えないよう気をつけましょう。サムエや斑点を身につけて奉仕をしましょう。サムエの中は派手な色や柄物のシャツなどを避けましょう。
参拝者の一人一人と接する機会を大切にし、おもてなしの気持ちで相手の目を見て明るく丁寧に対応することを心がけましょう。私たちが思っている以上に、参拝者は神職や巫女の態度を神様に仕える人としてよく見ています。くれぐれも横柄だな、忙しそうにこなされたという印象を与えないよう丁寧に対応しましょう。基本の言葉をしっかりと使いましょう。慣れ慣れしい言葉遣いは控え、参拝者との距離感をわきまえた正しい敬語を使いましょう。専門用語は相手が理解できない場合があります。場面に応じて分かりやすい言葉に言い換えましょう。参拝者からの質問がわからない場合は、曖昧な返答はせずにすぐに職員を呼びましょう。常に周囲に目配りを心がけ、気づいた時には率先してきれいにしましょう。常に参拝者に目を配りましょう。奉仕中のスマホの使用、写真撮影はやめましょう。奉仕中の様子や奉仕内容について SNS に投稿することは、神社に迷惑をかけるだけでなく炎上や個人情報の拡散につながりますので、くれぐれも気をつけましょう。奉仕中の私語は控えましょう。仕事の指示や連絡などの会話をする場合はすべて敬語で話しましょう。もしも参拝者の言動を不愉快に感じても、決して刺激せず柔軟な対応をしましょう。それでもしつこく絡んできた場合や危険を感じた場合は、すぐに職員を呼びましょう。神社を守るためには皆さんの力が必要です。私たちと一緒に楽しく一生懸命にご奉仕いたしましょう。